皆さんおはようございます。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日のブログはですね、売り手が買い手に、買い手が売り手に近づいてきたというテーマでお届けいたします。最近企業と一般消費者が共同でですね、商品開発をする事例が非常に増えてきています。作り手の独りよがりではない商品開発をするためには、やはり一般消費者のですね、意見とか要望を聞くということなんですね。また、興味のある一般消費者の意見や要望を聞くのですから、売れる確率が大幅にアップするということもあります。一般消費者のですね、意見と要望を聞きながら商品開発を行うサイトが実はあります。それは空想生活っていうサイトなんですけども、もうこれは、老舗と言えますよね。ブログをご覧の皆様は空想生活のリンクが貼ってありますので、ぜひ一度空想生活のサイトをご覧ください。さて、このサイトなんですけどもね、様々な意見とか要望を取り入れてですね、商品開発され、販売されている商品がいっぱいあります。まさにですね、一般消費者向け商品のアイデア、これのね、宝庫と言えると思います。数年前はですね、カルピスとエースコックがですね、ミクシーで一般消費者からアイデアを募りました。その結果、カルピスがですね、ミックスフルーツ&カルピスという商品を開発しました。そしてエースコックはですね、カレーラクサ春雨ですね。で、もう一個がつゆ焼きそばという商品を開発しました。そして最近ではですね、Facebook を介しての商品開発も活発になってきているようです。一番有名な事例ではですね、最近ファミリーマートがですね、Facebook で新しいおにぎりのアイデアを募集したそうです。なんとこれにはですね、1000件以上の応募がありました。そしてその結果ですね、味付け海苔、なめたけマヨおむすび。これが1個目ですね。2個目。焦がしネギマヨおかかおむすび。で、三つ目、チーズ焼きカレーおむすび。で、四つ目がですね、バター酒おむすび。というですね、新商品が、発売されるということです。Facebook 発ファミマ新作おにぎり4種というですね、リンクを貼ってありますので、こちらの、記事もご覧ください。こうやって考えてみますと、やはり SNS はですね、一般消費者の声を集めるには機動力を発揮しそうな感じです。未来学者のアルビン・トフラーは1980年ですね、今から32年前に発行された第3の波という著作で、実はですね、一般消費者と、売り手ですよね、企業がどんどん近づいていくっていうことを予測していました。トフラーはですね、このことをプロシューマーという概念で表現しています。プロシューマーとは生産者、いわゆるプロダデューサーですね、と消費者、コンシューマー等を組み合わせた造語になっています。さて今日は売り手と買い手の垣根についてちょっと考えてみたいと思います。今日の超地域密着マーケティングのポイントです。先日ですね、当社のクライアントが面白い視点で商品開発をスタートさせました。このクライアントさんはですね、今まで企業を相手に商売を行っていました。いわゆる B2B というものですね。企業をお客様としてですね、下請け中心の商売だったんですね。しかしですね、これから先のことを考えると下請けではいけないと。直接一般消費者に商品を提供したいということです。しかしですね、初めて一般消費者を対象に商品開発を行います。ですから、デザインだったり、ネーミングだったり、価格、さらには、どれを訴求していいか、で、販路などの問題もあります。今までとは全く事情が異なるんですね。最近ですね、特に製造業でですね、このように一般消費者向けに商品を開発したいという潮流が顕著になってきました。当社もですね、一般消費者向けのコンサル依頼が年々増えているという状況です。さて、このクライアントさんなんですけども、何が面白いかといえばですね、地元のデザイン専門学校の学生と共同でですね、商品開発を行うことになったんですね。正確にはですね、商品コンセプトとですね、デザインですよね。
あとアイデア、これを学生に依頼したということなので、共同っていうとちょっと語弊があるかもしれません。さて、その話をね、こう煮詰めに行った時に、私も実は同行させていただいたんですね。そして、専門学校の担任の先生にお会いしました。先生と話しているとですね、どんなアイデアが学生から飛び出すんだろうと、こうだんだんワクワクこうしてきました。ただしですね、先生がものすごく悩んでたことが一つだけあったんですね。対象をですね、1年生にするか2年生にするかの問題なんです。まあ、私は傍からこう聞いてたんですけども、まあ、1年でも2年でもどちらでもいいのではと思ったんですね。わずか1年の差なんですもんね。ところがですね、この1年の違いがものすごく大きいようなんです。結局先生は1年生に依頼することに決めました。その理由はですね、1年生の方が意外性のある突飛なアイデアが出るというんです。2年生よりも1年生の方が頭の中ですね、より白紙に近い状態、要は既成概念がない状態だからです。たかが1年ですが、されど1年なんですね。ところがですね、これが2年になっちゃうとですね、様々な常識とか慣習、ルールに縛られるようになってくるそうなんですね。要は思考に枠を作ってしまうんですね。そういう意味ではですね、長年、ある特定の業界に属して商品開発に携わってたりすると、どん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 業界の常識とか慣習に縛られていきます。これは商品開発だけではなく、売り方とか営業方法などについても同じことが言えます。地域密着ビジネスはですね、お客様との物理的距離、そして精神的距離が非常に近いと言えます。ですからですね、お客様にアイデアを聞いたり、地元の学校などに協力を依頼したりすることが非常に容易ですよね。ここを使わない手はありません。ここ数年、売る側と買う側の垣根が非常に低くなってきました。今の言い方は非常に受動的な言い方なんですけども、もっと能動的に言いますと、売る側と買う側の垣根を低くする、積極的に低くするっていうことが重要なことですね。これ絶対これから経営のポイントになってきます。さて、先日大ヒット商品のですね、マジックしゃもじで有名なあけぼの産業の大山会長の講演に参加してきました。マジックしゃもじはですね、ご飯がしゃもじにくっつかないっていうですね、アイデアでですね、なんと5000万本の大ヒットになってます。ブログをご覧の皆様は、あけぼの産業とですね、マジックしゃもじのリンク先を貼ってありますので、ぜひホームページをご覧ください。さて、この講演の中で大山会長はですね、コップの話をしたんですね。コップは皆さんご存知のように水を飲む道具です。しかし、視点を変えればですね、他に様々な使い道があるということなんですね。例えば、花を入れれば花瓶になります。ランプにコップをかぶせれば、これがランプの傘になるというんですね。皆さんもコップの意外な使い方考えてみてください。常識や慣習にとらわれていませんか？常に素人の発想はできているでしょうか？今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。